阪神競馬場10レースナンバーステークス4歳以上3勝クラス芝の外回り1 8 0 0ル、7番のギャラントウォリア出走を取り消し12頭立てが11頭立てに変わっています朝から半旗が掲げられている阪神競馬場先ほど2時46分には場内で1分間の黙祷が捧げられました12番のメモリーレゾンが最後に向かいます11頭 収まりまりしたスタートしました3番のダッチマンがやや遅れましたそのほかの各馬は揃ったスタートバックストレッチの先行争い内から2番のマテンロースカイが出ていきました2番のマテンロースカイが先頭に立ちます 9番のシンボが2番手、差がなく5番の栄冠システラが3番手、2番手、3番手は並んでいます、その後ろ、2馬身離れて10番のパラレルビジョンは前から4投目、差がなく1番のストロングウィルが続きました、残り 1400m、あとのグループ、1馬身差固まっています、6番のオールイズベル、その外を通って8番のアステロイドベルト、12番のメモリーレゾン、外回りコースに入っていきました、4番のプラチナトレジャー、差がありません、残り 1200m です。後ろから2投目11番のアサヒは手綱を抑えながら最 3番のダッチマンです。外回りの3コーナーのカーブに入っていきます。2番のマテンロースカイのリードが広がって4馬身になりました。単独2番手9番のシンボ。その後ろまた4馬身離れて5番のエイカイステラと10番のパラレルビジョンが続いています。3番手は2頭です。今スタートしての1000メートルは59秒3での通過になりました。 先頭2番のマテンロースカイが4馬身から5馬身のリード9番のシンボが2番手その後ろ3馬身差3番手グループ8番アステロイドベルト10番パラレルビジョン4コーナーから直線を目指していきますその内内を通って5番のエイカイスラです4コーナーから直線先頭逃げる2番のマテンロースカイリード3馬身ですが差が一気に詰まってきました2番手から9番のシンボが追ってくるその後ろ3番手10番のパラレルビジョンが前を追うそれから追い込んでくる6番のオールウィズベル外を通って8枠の2度12番メモリーレゾン1番の朝サ ここに100メートルもう一度突き放しにかかった2番のマテンロースカイ,だマテンロースカイが逃げるサンバシンのリード2番手10番のパラレルビジョン9番のシンボ2番手争い2番のマーテンロースカイ逃げ切ったゴールイン10番パラレルビジョン2着9番のシンボ3着鮮やか横山紀弘騎手2番のマーテンロースカイ逃げ切りました2勝クラス 勝クラス格上挑戦の摩天楼スカイ横山典弘騎手鮮やかでした一旦は後続に差を詰められたように見えたんですが直線コースでもう一伸び2番の摩天楼スカイです追い上げた10番のパラレルビジョン10番のシンボ2番手3番手争いが精一杯でした勝ちタイム1分44秒9上がりゴールまでの 800m は45秒 6600m はルは。 33秒9でした上がり33秒9のペース自ら作った2番のマテンロースカイ10番のパラレルビジョンは2着今5着まで奪番と持っています阪神10レースナンバーステークス1着2番マテンロースカイベテラン横山典弘騎手お見事2着10番パラレルビジョン3着9番のシンボ4着12番メモリーレゾン5着6番オールイズ・ 5着6番オールイズベルの順で着順掲示板は点滅しています両馬場芝コース勝ちタイムは1分44秒9でした確定までお待ちください